ダイワピュアラブです。週刊フラッシュが山口組と神戸山口組絆会の再統合を報じていました。小山慶吾さんの和解仲介によるものかということをお伝えしたいと思います。 週刊フラッシュが山口組と神戸山口組絆会の斎藤豪を報じています。先月に稲川清城さんの親戚の宇田川警備隊六代目総長で元長動院大学総裁の ボディーガードの小山慶吾さんが、塚田組長と高山若頭、井上組長の依頼のもと、和解仲介に乗り出していると、YouTube で語っていました。小山慶吾さんは、近いうちに、 週刊誌が報じるからと語っていましたが、小山慶吾さんの言う通り、週刊誌が山口組の再統合について報じていました。慶吾さんのテレパシーによると、司組長と井上組長が 公楽園遊園地の前で握手をするということもわかっているそうです。山口組の今後の行方には要注目ですね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価。 コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。